パチスロ元女流プロの奮闘記、勝つためには手段を選ばず、後編。東京のとある下町の歓楽街で小さなバーを営む七海さん、43歳。10代半ばの頃、付き合っていた彼氏に誘われてモーニング狙いでパチスロを初体験。その面白さにハマります。時代はクランキーコンドルやタコスロが若者たちの間で大人気だった技術介入期全盛期。もともと目押し力に長けていた七海さんも男勝りの技術力で女流プロの道を歩み出します。コンドルとかタコスロがメインだった頃はまだ平和だったわ。おかしくなり始めたのはマンクラとかアステカ、ビーマとか大花火が出た頃かな。だって設定6入れたら多少下手でもぶん回したら万枚出ちゃうのよ。だから明日某 CT 機に前代ロックロックロックみたいなイベント告知されちゃうと、もうどんな寒空の下でも前日の閉店後、もう前日の夕方からね、男たちに混じって店の駐車場の隅とかに段ボール敷いて徹夜で先頭に並んだわ。だって台を取れれば確実に日当20万円だもの。でも並んでる最中ってやっぱ暇じゃない？最初の頃はさ、トランプとか花札とかして暇つぶししてたんだけど、そのうち酒盛りし始めたり、酔っ払って他のグループと喧嘩を始めちゃったり、私も面白がってやれやれやれもっとやれなんて囃し立ててたんだけどね。それ以上騒ぐと出禁にしますよ。夜中にそんなことしてたらそりゃ近所から苦情来て怒られるわね。でも台を取れれば確実に日当20万円だから、中央とかコンチ 4X みたいな爆裂 AT 機が出てからはもうイケイケどんどんよ。その頃になるともう結構な情報網が出来上がってたから、都内はもちろん他県まで遠征してね、本当あちこちの店を攻めていろんなことがあったわ。当時経験の警察市に T っていうすごい店があったのね。毎月7の日には獣王とかサラキンとかコンチ 4X とか前代6を普通にやっちゃうの。前告知でね、すごかったわ。出玉もそうだけど並びがね、もう朝の6時ぐらいになると1000人ぐらいずらーっと長い列ができてて、それはもう大騒ぎよ。でも場所が良くなかったの。郊外の駐車場がバカみたいに広い店ならともかく、お風呂屋さんとか事務所がひしめき合う警視で一番危ない場所にあったもんだからさ、噂だけを聞きつけ、そこがどんな場所にあるのかを知らずに浮かれたおのぼりさんが大勢やってきてわーわーって騒ぐのよね。そしたら、騒がずにお待ちください、お聞き入れいただけない方は入店をお断りします。そんな風にお店に怒られるならまだマシよ。おいこら、朝から何騒いでんだ。はあ、何文句あんの？文句あんの？じゃねえよこら、ここをどこだと思ってんだ、こら。男ってバカよね。まあ私は女だったから痛い目には遭ったことはないけどさ、逆に地元のお兄さんたちにご飯をご馳走になったり、飲みに誘われたり、その後にまあそんなこともたまにあったわ。女の武器？まあそうね、使う時は使ったわね。イベントがない時でも、あの頃は平常営業でも女性優先入場とか女性専用台とかいうのがどこの店でもあったから、そういうのは遠慮なく活用させていただいたわ。まあ居心地は良くなかったわよ。いいなあ女はよ、 PP がないのに出しまくりってか。俺も PP 切って女になろうそうかな。そんな風にね、打ってる後ろでずっと騒いだりされるの。そりゃ最初の頃は耐えきれずやめたこともあったわ。でもね、そのうちこう割り切るようになったの。所詮男って小さな生き物、そう割り切ってからはどんな嫌がらせされても動揺することなく、大花の高速ビタ外しとかバシバシ決めるようになって、ち本気でうまいじゃねえか、腕で出しているところを見せつけて器の小さな男どもを退散させてやったわ。でも本気で女の武器を使
ったこともまああったわ。思い出したくもないけど、北関東のどこだったかな。グループで何度かイベントを攻めた店だったんだけど、すっかり顔なじみになった店長だかマネージャーだったかな。ある日こんな風に言われたの。あの、ななみちゃん、上からいい加減あいつら何とかしろ、じゃないとクビにするぞって言われててさ、表向きイベントはやめるけど、ななみちゃん一人で来てくれるのならちゃんとお膳立てしとくからさ。仲間を裏切るのは忍びなかったけど、ちょうどその頃弟が飲酒運転でヤクザの車と事故っちゃって、飲酒だから保険降りないじゃない。その上相手がやっ仕方ない、お姉ちゃんが助けてやるか。3ヶ月愛人契約を結んで、なんとか借金を返してあげたわ。ほんとしんどかった、いろんな意味でね。それでも男もパチスロも嫌になって。そんな風に七海さんは4号機時代の終焉とともにプロ家業から引退、以後母親のスナックを受け継ぎ、苦労を重ねて地元でも評判の男勝りの名物ママがいる店とお店を繁盛させて現在に至ります。最後に七海ママに一つ質問をしてみました。もしパチスロの規制が緩和されて、またあの頃に戻ったら、あなたは再びプロになりますか？すると七海さんは首を横に振ってこう答えました。もういい、やっぱ遊びは遊びで楽しんでいるうちが花、遊びを金儲けにしたらろくなことにならないわ。やっぱ人間地道に働くのが一番よ。波乱万丈の人生を送ってきただけに重みのある言葉ですね。パチスロ元女流プロの奮闘記、勝つためには手段を選ばず、後編ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。